さあここからはハロワ夏フェスのお時間でございます。この夏のフェスの見どころ楽しみ方貴重なライブ音源をお届けしております。さあ昨日一昨日はですね茨城県の、国営日立海浜公園で開催されました日本最大の野外ロックフェスロッキンジャパンフェスティバル2015。今夜はですね昨日のレイクステージでライブを披露した9層猫神のライブ直後のハイテンションなコメント届きました。早速そちらをお聞きください。ハロワ夏フェス2015お聞きの皆さん、DJ 太郎さん、こんばんは。キューソネカミでーす。ボーカルギター山崎聖也でーす。キーボードの横田です。ドラムの曽郷です。ベースタグローです。ギター岡澤です。はい、よろしくお願いします。全員いますよ。キューソネカミ全員です。ねえ、今日どうでしたか、今日のライブの感想。ロックインジャパンフェスティバル2015のライブが今終わりましたってことですね。はい、終わってますよ、確かに。終わった。暑かったな、めっちゃめちゃくちゃ暑かった。噂には聞いてたけど、レイクステージが暑いだね。なんか俺やライブしてて思ったのが、ここコロシアムみたいなコロシアムローマの半円形みたいなやつだね。アテネね。しかもさ、あの今日のお客さんさ、あの何やったっけ、何の曲やったかな、なんかの曲で、ほんまにサークルしてた。ハピーポンコツ、ハピーポンコツかやってた。あの風車みたいなやつね。そうそう、あれサークル、走ってやるサークル、走り回るやつか。あとね、今日は実は俺たち入場規制、あのレイクステージ入力してることで、あのせいやがさ、あのヤンキー怖いのいつものコールのところを、あの外に向けてやったじゃん。あれめっちゃすごい声聞こえた。帰ってきたな。あれさ、そのスタッフはさ、PA とか照明はさ、もっとお客さんに近かったじゃん。あっこから聞くと本当にすごかったらしい。じゃあ外にも入れきれん人がいっぱいいたってことやな。そんな外に忍び込むコースがあるってことやな。忍び込むってどうせんなんやろ。どうせんなんやろ。待って、近いから音漏れでもいいから聞きたいって人。誰が音漏れでもいい。なんでやねん。なんで怒んねん、そこで。だから来年は、来年はね、まあグラスに出れたら、ね、でもお前、グラスのキャパ知ってる？レイクの6倍やで。あ、じゃあちょっとレイクレイクレイクぐらいで3倍できたレイクで80分やらしてもらう。極めたいな。レイクの時極めたいな。長いな。そう、俺そうやな、夜にやりたいよね。夜やりたいですね。日差しがすごい時間多い時がね、そう今は結構多いよね。夏フェスの魅力、夏フェスの魅力、夏フェスの魅力、あ、岡田は夏フェスの魅力、例えば夏フェスの魅力、やっぱご飯ですよね。ご飯やな、やっぱりご飯。メロン丸ごとのやつとかね。そうそうそう、ね、ロッキンジャパンは結構充実。てかそれぞれ特色あるよね、それなりに。そうね、あのその強度のやつ、時間帯によって変わるやつとかね、結構いいよね。ロッキンジャパンはね、快適ですよね。快適です。もうお客さんは知る由もないですね。まあバックヤードの話ですけど、裏の話ですから。みんな楽しめるってことやね。みんな楽しめる、はい、夏フェスはみんな楽しめますよ、はい、本当に来てくれたらね、絶対。ということで、キュウソネコカミでした。バイバイ。はい。なんだっけ、今夜のキングスプレスですね。
あ、もう服着てる。え？もう服着てる。誰？あ、さっきの。本当だ、早い。キュウソネコカミンハッピーポンコツをお届けしましたね、メンバーのライブアートのコメントなんかみんな元気いっぱいっていう感じでしたね。はい、いいな若いって。はい、さあ、ロックインジャパンフェスティバル2015はですね、今週末8月8日土曜日、そして9日日曜日も開催されますね、参加する方は、エンジョイしてきてほしいなと思いますけど、行ってきた方からのメッセージ、ラジオネームタロさんダイエット気になるって、今度教えてあげようか、誰でもできるよ。昨日ロッキンジャパンフェス参加しました。お目当ては岡本図でした。いつもより野外のフェスで見る彼らは格好が格段に良かったです。スキー場で女子が可愛く見えるのと同じ原理ですかね。何なんでしょうね、夏フェスで見る男はちょっとかっこよく見えるっていうね、アーティストも。あ、タロさんの肉フェスにも参加して、わ、フェス好きですね、いろいろと言って夏を楽しんでらっしゃる、ありがとうございます。もう一人いきましょうか。ラジオネーム、もうすぐ免許取れます、ドキドキだね。夏フェス好きな友達に連れてサマソニに行きます。初めてのフェスなので何を持っていけば大丈夫なのか教えてくださいってね。まあ比較的都市型ですから、サマソニはそんなにね、意識しなくてもっていうとこ、これで、まあ、男性女性でちょっと準備品変わると思うんですけどね、もう女性は日焼け止めマストじゃないですか、相当焼けますからね。あと汗かいた時の T シャツの替えとか、まあ飲み物食べ物とか、あとそういうのは大丈夫ですけどね。あと楽な靴履いてこったね、女の子の場合だとちょっとこうおしゃれもしたいってとこもありますけど、夏フェス行くときはもうそれなりに、まあ濡れようが何しようがっていう、ちょっとこうカジュアルな、楽な格好 で日焼け止め対策バッチリと、いう風にしていただきたいと思います。照り返しもあるからね、相当暑いですからね。はい、さあ、このコーナーでは夏フェスにまつわるメッセージ、皆さんからまだまだお待ちしております。ハッシュタグ HW813 をつけて、送ってください。またはメールの方、hw@j-wave.co.jp メッセージを紹介させていただいた方にはフェスグッズプレゼントです。はい、あ、そして、キュウソネコカミ、今日ね、キングスペースご担当ですか。はい、こちらの方もぜひチェックしてください。ということで、ハロワ夏フェス2015、明日もお楽しみに。